はいどうも皆さんこんにちは、金子でございます。ということで今日はねこちらの4種類のカレイ、モガレイ、石ガレイ、オシガレイ、メイタガレイですね。まだ生きてますんでこれを締めていきます。締めるだけの動画、僕締める動画って一回もまだ出したことなくて、ちょっとせっかく生きてるんで自宅にあるものでね神経締めも簡単にできますんで、そちらの方紹介していきたいと思います。それじゃやっていきます。はい、ではまずこちらモガレイですね。じゃあ行きますよ。エラのちょうど横、こっからまっすぐ入れてください。こういう感じですね。そしたら尻尾、これ半分切ってください。骨を立つイメージで。はい、次石ガレイ。石ガレイも一緒。はい、こういう感じで綺麗に一瞬で締まりますんでね。で、次メイタガレイ。で、この一番高い星ガレイ、これ一匹でね本来買うとすると3000円から4000円ぐらいしますね。これも表側から、で、これ閉めたらすぐに水の中に入れてください。そうするとこういう風に血がね出てきますんで、そこからさらに締めたい場合はこの針金を使って、ここですね、ここが神経の穴なんでここに入れていきます。そうするとほらこういう風に、でこういう風に尻尾の方まで入っていきますんで、そうするとわかります、これもう身がねカチカチに硬直するんですよ。ホームセンターとかでね針金売ってますんで、細いやつ、できるだけ細いやつ買ってください。はい、これで完璧に締まりました。もう動きません。これがカレイの一番効果的な締め方ですね。星ガレイも神経締めしていきますよ。ここですね、神経は。おお、はい、OK ですね。はい、次モガレイですね。モガレイもこの背骨の上ですね、ここ。そして神経をこういう風に削ります。メイタガレイはちょっとちっちゃいから入んねえかな。星ガレイ、石ガレイ、モガレイ、メイタガレイ、神経締めできましたんでね。カレイはね、すごく生命力が強いので、まだ頭は動いてますけど、神経を締めてある方ですね。こっちはもう動きません。まあ頭もね、包丁の柄とかでバーンと叩けばね、締まるんですけど、まあそんなわざわざ頭を締める必要もないんで、そういうことはしませんけども。神経締めをやるかやらないかで、刺身の鮮度の持ちが全然違います。なので、極力生きた魚を買って、こういう風に神経締めをした方がいいですね。次回、こちらをね、おろしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。